こんばんは、長野さんから来ました。長野県では8月6日から毎週金曜日に釣り足地の投資30分のポンチコースでやっております。その我が都内の土地草早に広がりまして、それが姿を変えました。で今日大森村と加瀬村で初めて行われまして、それから夕方の投稿なんですけども、長崎県内4カ所で行われることになりました。もっと強いな線があって、先ほどだったら静岡県では7カ所でやってるよって話で、この4つの土地を結ぶ長崎、諫早、大村、佐世保、県内を結ぶ快速列車シーサイドライナーというのがあるんです。これ名付けまして長崎アジサイシーサイドライナーという活動になりました。これからも継続してやり続けていきましょう。頑張りましょう。